未踏事業プロジェクトマネージャーの東京大学の稲見と申します。こんにちは。 AI やロボットが発達して何でもかんでも自動化が進むようになってきました。その時我々は何をやればいいのでしょうか。実は皆さん自身がやりたいこと、実現したいことってたくさんありますよね。それって代わりにやってもらってもしょうがないわけですよね。まさにこの未踏プロジェクトでは、皆さん自身がどうしてもやりたいこと、そして誰かに使って喜んでほしいこと、そういうようなものをどんどん実現してほしいと思っています。皆さんの応募お待ちしています。